アラスカ州にあるフェーズドアレイレーダー写真左下の車両との大きさに注目されたい。艦船、航空機用はこれより小さい。フェーズドアレイレーダーはフェーズドアレイ型のアンテナを採用したレーダーのこと。フェーズドアレイアンテナはアレイアンテナのうちビームの制御をアンテナ素子の冷心係数の相対位相によって行うもののことを指す。電子操作、 あれ、ア,レーアンテナとほぼ共通の概念であるが、一部に、それぞれ片方の概念しか当てはまらないものもある。アン、SPS-39 のような従来の3次元レーダーでは、ビーム操作方式として、周波数操作方式を採用していた。これは、周波数を変化させることで、各アンテナ素子の位相を二次的に変化させて、ビームを操作するものであり、ビームの指向については、 比較的自由度が低かったため、多くの場合、垂直方向の操作のみをフレス圏として、水平方向の操作はアンテナを直接施行する機械式としていた。これに対し、フェーズドアレイアンテナにおいては、その名の通り、位相そのものの制御による位相操作方式が採用されている。これは、各アンテナ素子に位相機を接続し、位相量を制御することで、 ビーム操作をを行う方式でであるる移移送送機にによって量を任意に設定できることからフレスケン方式と比して自由度が極めて大きくなっている。フェーズドアレアンテナではアンテナ素子移送機と送信機、受信機の関係に応じてパッシブ式とアクティブ式に対別できる。パッシブ式式では送信機と受信機は各アンテナに一組ずつしか備えられず、 この送信機によるレーダー出力が同波間によってそれぞれの放射素子に分配されていく。このため送信機はかなりの大出力となっており、この送信機に故障が生じるとレーダーとしての機能の喪失に直結する。また航空機用では目標の距離や方位を正確に測定する場合、単一の周波数で高出力でビーム幅の狭い電波を発射しなければならず。 これが非探知の可能性を高めている。アクティブ式式はアンテナ素子ごとに分散した送信機、受信機、移送機を備える方式である。それぞれのアンテナ素子からの送信電力は小さくても済むことから半導体化されていることが多い。この場合、放射素子が多数であるので、放射素子ごと過数個単位で送信パス、受信パスそれぞれの移送を任意に調整できる。 移送機を含む送受信モジュールを配列する。これによってビームの指向制御を行うとともに空間的に電力合成することによって透過的に大きな送信出力を得ることができる。また航空機用ではアンテナ素子ごとに発射される電波の周波数を変えて出力の弱い様々な周波数帯の電波を様々な操作方向やパターンで発射することが可能であり、 目標から反射して戻ってくるこれらをすべて受信して集めてコンピュータで処理することで目標を探知する。また、様々な周波数帯の電波を発射するというスペクトラム拡散の機能は周波数も広範囲に広がり電波出力が小さいため非探知の可能性を少なくすることができる。アエサ式の場合、いくつかの T、R モジュールが故障しても レーダー全体への影響は軽微である。また、半導体化によって、個々の T、R モジュールの信頼性も向上している。原子力空母、エンタープライズの環境環境の4面に設置された2種類のアンテナのうち、横長のレーダーが、アン、SPS-32、縦長のレーダーが、アン、SPS-33。イギリス、イタリア、 フランス、イスラエル、アメリカ合衆国以下のミサイルでは、スタンドフレンジや自立誘導距離などの性能向上のため、C カーブにアエサ方式のアンテナを搭載している。ありがとうございます。